ただきます。こんにちは、モナールチャンネルのマサです。今の企画はね、せっかく大阪に来たということで、大阪といえばじゃあ何ですか。たこ焼きっす。たこ焼きっす。せっかく大阪に来たので、今日はね、たこ焼きを100個食います。100個ね、100個食います。100個食うまで、僕は東京帰れないっす。帰れないっす。じゃあ早速、たこ焼きに思いまーす。赤になったんで、やめましょう。第一たこ焼き買ってない。素直に書いてあります。6個ずつ食べます。はい、第一たこ焼き発見しました。昨日の夜からね、何も食べてないし、具材がどう見てください、大阪のたこ焼きね、丸いです。当たり前だろ。いただきます。うまい、うまい。食べました。美味しかったです。で、今2人で6個ずつなので12個いただきました。花田子さんしかいない。名刺も配りました。じゃあ次行きますか。次行きましょう。はい、2店舗目は部分亭さんに来ました。こういう感じで来ますね。なんかひょうたんの形なのかな。ありがとうございます。適当に寝て食べます。これ結構ね、余裕なんだ。余裕だと思う。余裕っすね。うん、あ、濃い。はい、ごちそうさまでした。今、8個だったので、プラス16したいと思います。28個食べました。じゃあ次の店に行きましょうか。ごちそうさまでした。3店舗目に来ました。たこ八さん。立ち食いたこ焼きです。いただきます。これはあれかも。外はカリッと系？そうだね。外はカリッと、中は、ふわっ。ごちそうさまでした。これね、すごい出汁の味がちょっと出汁だね。濃いめかな、ちょっと味。で、今5個ずつ食べたので10足して38個。じゃあ次にね、行きますか。4店舗目来ました。2番取り熱されてます。ちょっとちっちゃいです。ちっちゃいです。いただきます。美味しいです。美味しいし、食べやすい。一口サイズ。あ、ごちそうさまでした。で、38だったので、ここからね、30個足して、68個。これね、100簡単すぎる。ってことで、200に変更します。100、100の企画に変更します。ごちそうさまでした。5店舗目。道頓堀くくる。チェックはね。いただきます。ごちそうさまでした。どうもです。今、20個。2人で食べたので、88になりました。56個。え、いけそうじゃないか。1人56。きついな。今日中だったら普通きついっす。今日中にやらないことには帰れない。じゃあ次の店行きましょう。次はこっち、タコペイです。いただきます。おいしい。やばい、200はここにいて結構きつい。今24食べたんで、今112個です。ごちそうさまでした。行きますか。12個を2個食べます。で、ここで今24個食べるので136になります。食べたら。いただきます。食べました。どうす。わんこそばマジきつかったけど、たこ焼きずっと美味しい。どうすか。白旗あげさせてください。次こちらです。カリトロ12個入りを2つ。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。美味しかったです。今136なんで24個します。160。あと20個ずつです。はい、お家に帰ってまいりました。160個食べてますね。見てくださいよ。ここに40個のたこ焼きを用意しました。これを食って終わりたいと思います。いただきます。いただきます。きついっす。まあきつい。まあ最初スピード勝負。2個目いきます。一緒に食おうよ。パスが分かんなくなるよ。1つ目いきます。いや、美味しいよ、本当に。うん、マジで美味しいんだよ。きつい。ただただお腹がきつい。いきますか。4つ目。
8個目だな。9個目、10個目いきますか。11 12 13 14 15 16 17 個目。さっきからもうきつすぎて画面の外に出ようとしてたからもうね、18個目ちまちま食ってんのあるんで、18個目一気に食います。どう普通に食います。19個目。11時14分ようやく200個。100余裕じゃね、から100ずつに変更して、ここに大きな大きな壁がある。いきますか。200個目です。いただきます。終わった。200個食べ終わりました。ごちそうさまでした。ってことで、今から子供のシリーズ第2弾、お好み焼き100枚食べに行ってきます。もう無理だよ。はい、ということで今回はね、大阪に来てたこ焼きを100個食べるという企画でした。どのたこ焼きも美味しゅうございました。本当に美味しかったっすね。でもたこ焼きは大阪のたこ焼きは美味しいです。はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また明日大きに。余裕すぎるんでシュークリーム食べます。食べます。美味しいっすね。